うちが全壊で倒れてしまっています。避難所に向かおうとする車と、なんかちょっとパニックになってます。高台にみんな行こうとするんだけど、途中の道路がダメでひどいことになってるみたいです。なんか情報が錯綜していて、今みんなパニックってます。冷静になれるように祈っていてください。